アフターバーナー、アフターバーナー、アフターバーナーは1987年にセガ、後のセガインタラクティブが発売したアーケードゲーム。ゲームデザインは鈴木博士が手掛けた。セガの体感ゲームの代表作の一つ。ここではマイナーチェンジモデルのアフターバーナー E も合わせて解説する。英国海軍のパイロットが最新鋭戦闘機械マイナス14。 トムキャット XX、WX に登場し、Z 国の方囲網を突破し、機密兵器情報の入った、フロッピーディスクを輸送する。おびただしい数の敵機を機銃と、ミサイルで爽快になぎ倒し、地上攻撃や離着陸、空中給油をしながら、プロトタイプである、I は18ステージ、完成版の E では23ステージを戦う。 アナログスティックとそれに取り付けられた二つのボタン、機銃、ミサイル、アナログスロットルレバーで操作する。映画、トップガン、1986年にあやかったビジュアル、単純明快なゲーム内容が評価され、世界的なヒットセールスに成功。各国でゲーム関連の賞を受賞している。あとに、完全 3D、実名の戦闘機が登場する続編。 アフターバーナークライマックス2006年がリリースされた。2000年代の中頃までに発売された国内、海外の主要な末置き型ゲームハードの大半やパソコンの一部機種に移植されている。移植初期にはオリジナルよりも大きく性能の劣る8ビット機にも移植されている。携帯機やフィーチャーフォン系の携帯電話にも移植された。海外ではアフターバーナーアイ アフターバーナー E は別作品として販売されているため、それぞれに項目を設けた。アミーガとコマドウ64に関しては、アクトビションからリリースされた欧州版とセガから別にリリースされた北米版の2つが存在する。また海外ではアフターバーナー部としてリリースされたストライクファイター1991年の職も存在するが本校では省略する。 商品発売元の表記なき場合はすべてセが発売。BGM にメロディが存在するが、アミーがオリジナルになっている。アーケードでの筐体にはいくつかの種類があり、二重心子構造の筐体に取り付けられた前後左右に揺れる座席に乗り込む、ダブルクレードルタイプ、一軸のみで左右に揺れる、クレードルタイプ、コマンダータイプとも言うや、シティ筐体風のシットダウンタイプ、 アップライト筐体のアップライトタイプ、スペースハリアーの筐体を改造したローリングタイプもあった。筐体の高さからダブルクレードルタイプの低下プレイ料金は200円に設定されていた。可動を終わった筐体はメンテナンス技術なくしては運用できず、手入れの行き届かない筐体は座席の可動の不具合のみならず、アナログスティックの中心軸がずれていて、 ゲームが成立しない状態に陥る。こういったメンテナンスを常時要する特性と製造から数十年を経過していることもあり、2018年1月現在は日本の商業施設で実際にムービングする状態で稼働しているダブルクレードルタイプは表しない。セガ自身は某所にある自社の専用倉庫に E のダブルクレードルとシングルクレードルタイプを一般非公開で保管している。 スケジュールの都合から初期のアフターバーナーはゲームバランスの調整が十分行われていなかった上スロットルレバーがない状態でプロトタイプとして出荷された。約3ヶ月後に磁気ミサイルがロックオンしてから敵に当たるまでのタイミング調整 BGM やスコアの加点方法などの改良スロットルレバーの実装がされたアフターバーナー E が登場一般的に アフターバーナーといえば完成版である E のことを指している場合が多い。なお、加点方法は I では敵を倒すと加点されるが E では加えて空を飛んでいるだけでも加点というシテムに変更された。E のタイトルアトラクトでは I の文字をミサイルで破壊し E が浮かび上がるという開発者からのメッセージが残されている。 リアル思考が加速したコンピュータゲーム業界では、1990年代後期からポリゴンによる数学的な正確さを求める三次元表現が盛んになったが、本作などの大規模体感ゲーム時代においては拡大、スライト表現を多く使ったダイナミックさを特徴としている。BGM はエレキギターなどの楽器の音を意欲的にサンプリングし、ハードロックを奏でている。 アフターバーナーの BGM はあくまで BGM に徹するという制作側の意図から製品版のロムにはメディーパートが含まれていない。最初に発売されたサウンドトラック CD に収録されたバージョンはメロディパートが入ったものだったが、これは実際の基板に搭載されていたデータでも量産基板に書き込まれたデータでもなく開発基板向けに制作され、そこで再生されたものであった。 このメロディパート入りのサウンドトラックに次いで実際のゲームに使われているメロディパートなし音源も改めて発売されている。なおメロディパート入りの BGM データは任天堂 t e ー 3DS で発売された 3D アフターバーナ r ににエクストラ GM として収録された。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは合計26点ファミリーコンピュータマガジンの読者投票による ゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており20.61点、満3 0点となっている。また、同雑誌1991年5月10日号特別付録のファミコンロムカセットオールカタログでは新ハードが続々発売される中ファミコンの性能を再認識させるようなよくできたゲームだと紹介されている。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは 合計29点、メガドライブファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、21.25点、満3 0点となっている。また、同雑誌1991年7月15日号特別付録のメガドライブオールカタログでは、業務用の体感はさすがに失われてはいるものの、敵を次々と録音して撃墜する快感は完璧に移植されている。 アフターバーナー時のスピード感がすごいと紹介されている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計28点、月間 PC エンジンでは75.8070.8075 75の平均76点、丸勝チ PC エンジンでは8 8十0 7の合計33点、PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、 21.77万30点となっている。また、この特典は、PC エンジン全ソフトの中で181位、485本中、1993年時点となっている。その他、1998年に刊行されたゲーム誌、超絶大技林98年順版、特間書店では、スピード感は、業務用意にある。PC エンジンのハードからすれば、 なかなかの出来と言えると紹介されている。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは合計25点、メガドライブファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており22.9点、満30点となっている。ゲーム誌サターンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており22.8点。 満三十点となっている。ストーリーが一新され、アフターバーナーの世界から約4 X 年号を設定、旧作、199X 年クライマックス、203X 年。Z 国でクーデターが発生し、軍事政権が誕生。周辺国への侵攻準備を開始した Z 国に対し、英国は1ヶ月以内の武装解除と国民投票の実施を要求。 実行されない場合は、武力介入するとの声明を発表。国連は平和的解決に向け対話の場を提供するが、英国の強大な軍事力に対し Z 国が核兵器のカードをちらつかせ会談は失敗。要求期限まで残された時間は、あと48時間。国連内の組織、GHOST 所属特殊航空部隊、通称、ブレイブファングスの一員となり、 世界の危機、全面核戦争を回避するために出撃するというストーリーに。時間の流れを遅くし、降下時間中にロックオンした敵機をまとめて撃墜するクライマックスモードを搭載。グラフィックもリアルになり、二人スコア対戦プレイができる。システム基盤は、チヒロの後継であるリンドバーグを使用し、実在の機体3機、カイマナス -14D スーパートムキャットを、 はじめ回、A-18E スーパーホーネット、回 -15E ストライクイーグルをプレイヤー機として収録。ゲーム中で使用されているすべての機体は、実際に、ボーイング社とノースロップグラマン社のライセンスを呼び、監修を受けている。アフターバーナー E の BGM もコマンド、ゲーム開始直前の画面で、スピードレバースロー、ミサイルボタンで選択可能。 プレイヤー企画機体に4色のカラーバリエーション、スタンダードカモフラージュスペシャルペイントロービジビリティがある。また、ステージ分岐があり、プレイヤーの意思により分岐するものとプレイヤーの成績により分岐するものがある。映画、ターミネーターに1991年のワンシーンにゲームセンターでダブルクレードルタイプを主人公のジョンコナーがプレイしているシーンがある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。